けで、始まりました。スターオーシャンブルースフィアゆっくり実況です。見ての通り、携帯電話で配信中の、リメイク版です。どうせやるならこっちの方が、面白いですよね。初めてなのでグダグダなところもあると、思いますがよかったら見てやってください。ちなみに画質はこれが限界です。私の機種では DVD での、録画は防止されてしまうので、パソコンに繋いでいるんですが、その時点でこの画質です。本当は1ドット単位で、はっきり見えるようにしたいんですけどね。無人君起動。二人いないですね。とりあえず全員に話しかけないといけないのかな。反応なし。残念。よく見えませんが、妙な体勢です。
とりあえずディアスはメインで使っていきたい。剣士二人と術師一人でバランス良いかな。今回はここまで。ゆっくり実況を続ける方だのプレイ動画にするか悩んでるんで、どちらが良いかコメしてくれると助かります。前回のあらすじ、オペラとエルネストを助けに、北が自分たちも墜落してしまった。プリシスたち、とりあえず外に出てみることに。便利そうですね。でもなぜバーニーの形？図鑑埋めるにはネーデ組が必須ということですね。ならディアス、チサと、ノエルのパーティが一番かな？こっちは何もないのかな？何かすごく扉っぽいものがありますが。人発見。志村、後ろを。戦闘開始。とりあえず攻撃当たったらボタン押してけばいいんだよね。モンスターいなかったらそれはそれで、新しいゲームですね。モジェって、すごいネーミングセンスですね。なんか怪しい。どう？あ、ダメだった。でも先に何かありますね。
これで進めるかな。上に戻れるようになっただけでした。残念。10件じゃ倒した奴らにこんな、犬が叶うはずがないですよねー。少年は無事かな？傲慢が先頭だったらおじちゃんって言うのかな？ピアスって、何気に子供に懐かれそうなイメージがあります。両親はいないのかな？ギフト、購入ノルマが、あ、違う？大パーツみたいなものかな？というわけで、マイル遺跡にやってまいりました。マイル遺跡にやってまいる。
こういうコンボとかあまり得意じゃないんですよね。下手でもイライラしないでくださいね。でかい虫とかマジ勘弁。死に方もキモいなぁ。頭っぽいのがだらんとしてる。道に迷ってたのでカット。道中はどんどんカットしていきますね。これ絶対なんかしでかす展開ですよね。ディアス。最初に襲われた時といい、なんか気配とかに鈍感になっちゃったんですかね。ボスフラグを感じたのでセーブ。まだ特にスキルポイント振り分けとかはいらないかな。ミスるとひどいことになるらしいのは知ってるので、あまり適当に振ることはしたくないんですよね。やっぱりこういう展開か。なかなか素早くてやりにくいですね。とりあえず足壊せばやりやすくなるかな？どうやって足狙うのか知りませんけど。足破壊。あとはちまちま削っていけば、OK かな。この攻撃してると途中で、疲れて動けなくなるのが厄介ですね。腕破壊、これもう何もできないんじゃね？エイオスソード。雑魚だ。消え方がゲームボーイと一緒なのが嬉しいですね。はい、もうぶっちゃけますが GB 版プレイ済みです。まるで反省していない。
とりあえず全員にサイコメトリーと呪文研究を覚えさせたいですね。そうするとサーロイン量産がなかなかできないのが辛いですが、どうでもいいことですが、ジャンプの仕様が変化してます。ボタン押すと一定距離前方へ飛び、操作不可です。斜めジャンプとかできなくなりました。あと攻撃もフィールドアクションの一つになってます。とっても複雑な樹海に到着。まあ大森林ほどじゃないですが、ではまた次回、いきなりアバシティからで、いいよね。